はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのはね、まあ、時事問題、社会問題に関してもね、これからちょっと言及させていただきたいと思うんだけど、その中でまあ気になるものということで、私がまあピックアップしてですね、取り上げさせていただきます。まあ、今渋谷、東京の渋谷でハロウィンということで、まあ、バカ騒ぎをしているということで有名になってます。これに関しては主に若者ということで、でそれがいろんな社会問題になっているのは事実です。でこれに関して、言及させていただきたいと思います。10月31日がハロウィンの日ということでね、まあ昨日だったわけですけど、ハロウィンっていうのはもともと自分が若い時、学生の時にじゃそういうのあったかと、そういうの盛り上がったことないですけど、ハロウィンって何っていう感じだったんですけど、ここ何年かですよね、ハロウィンがっていうふうに言ってみんなが盛り上がり始めたのはね。だから、このハロウィンっていうのはもともとなかったわけです、日本にはね。もちろんこれは古代ケルト人が起源と考えられている祭りのことということでね、ケルト人という、まあ、今はもともとは古代にいわゆる紀元前の時代に、ね、中央アジアの方から渡ってきた人々 でヨーロッパにいろいろ住んでたんだけど、まあ、その後、まあ、いわゆるね、今イギリス、アイルランド、スコットランドのあたり今多いわけですが、そちらの移住したということなんですけどね、顔出し見るとやっぱり髪の毛の色が黒かったりとか、だからちょっと普通の、ゲルマンとかアングロサクソンに比べたら小さいっていうのがあって、そういうの出てすぐ分かるんだけど、みたいなね、そのあれでね、もともと秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事だったんですが、まあ、現在アメリカなんかも、まあ、日本なんかもそうなんだけど、結局はそういう宗教的な意味合いはほとんどなくね、カボチャの中身をくりぬいてジャック・オー・ランタンを作って飾ったり、子供たちが魔女やね、お化けに仮装して近くの家を訪れてお菓子をもらったりする風習ということでね、これはキリスト教の祭りではありません。だからキリスト教の祭りというのを勘違いする人がいるので、もともとケルト人のね、ものです、祭りです。で、秋の収穫を祝うということで、全くもって日本には関係ないんですけどね。だから自分自身が思うのは、なんて言うんだろう、まあ、世界各地を回ってます。私自身はまあ海外81カ国、渡航しました。留学でオーストラリア2年間行ってましたし、仕事で3カ国に赴任してました。まあ、その中で国際的にも活動し、そして、海外100カ国以上数十万人の外国人と直接寝食を共にしてきました。そんな中でね、多くのことを知り得たし、多文化に関してもね、関心があって、まあ世界海外行くのも面白いですよ、ぶっちゃけなんですね。でその中でいろんな文化があり、やはりそれはそれですごく面白いと思うんです。ただ私自身はやっぱりその海外を回る上で、まあ海外行ってからですね、逆に言うとやっぱり日本という国に対して意識が強まったし、日本人としてっていうふうに認識も強まりました。それはなぜかというと、多くの人々が、まあ、自分たちの国に対して、国に関していろいろと説明するわけです。ただ今の日本人っていうのは、自分たちの自国の文化に関して発信したりとか知らないわけですよ、歴史とかね。だそれっていうのもやっぱり、いわゆる、まあ、先の大戦でアメリカに戦争で負けてしまって、 GHQ による占領下に置かれて、その中で、まあ、骨抜き政策が行われて、日本がまあ悪かった、そして日本の歴史とかね、そういう伝統文化をないがしろにするような、風潮が GHQ によってね、施策によって行われてきたのが実情です。欧米化ということで、まあ、私も欧米化ということで、それはもちろん十分慕ってはいますけど、欧米化ということで自国の文化、日本の伝統文化をないがしろにして欧米の文化に走ってしまう、そういった人々が、まあ、戦後世代、戦後生まれの世代に多くに見られるようになりました。まあ、そんな中ね、まあ、ハロウィンということで、まあ、クリスマスぐらいだったら今、まあね、やってもいいのかと思ったんだけど、ハロウィンってどうなのって正直思ってしまうのが実情なんです。だからその何の意味もなく、まあ、ただの仮装行列ということで、ございますけどね。だけど俺はもうちょっとその中でね、こういうハロウィンに参加する人もいいんだけど、やっぱりもっと日本の伝統文化に対して、関心を持っていただいて、それに対してね、しっかりと考えていってほしいかなって感じがします。で、ハロウィンということで渋谷のね、商店街の、人も言ってましたけど、やっぱりその売り上げが、落ちるということで3分の1ぐらいまで落ちたということで、実際その売り上げ落ちてしまう、それはなぜかっていうと、仮装行列だけに来て、じゃあ店を利用するかってほとんど利用しないわけです。で、うるさすぎて、じゃあ普通に利用したい人が近づかないじゃないですか。だからそれでよって結局その商店街の人は迷惑を被っているということで、それに対してよく思ってないということです。さらにはゴミを捨てる、通常の普通の日本人はですね、ゴミをね、
捨てるっていう風な感覚はないんです。ゴミはじゃあ自分が持ってきてゴミはポイ捨てってはすぐしないんです。これは外国でよくあることなんだけど、ポイ捨ては基本的には日本人の、美徳精神からすればしないものです。ただやっぱり最近のやっぱりそういった教育の敗退によってね、本来なら教育直後を復活させて日本人の、ね、道徳精神をしっかりと行っていけば、いかないといけないんだけど、そういったのが廃れてきてるのかなって感じはするんだけど、でも親に習わないかなってね、親がそうだったらそうなっちゃうのかな。だからそういったところで物をねポイ捨てするっていう感覚がちょっと知れないというか、ちょっとそこがねダメですよね。まあ釣りなんか自分もしますけど、釣り場に仕掛けとか捨ててったりとか、ゴミを持ち帰れないって言いますけど、そういったところをしっかりとしたね倫理観を持ってマナーを守っていきましょうよっていうのがね普通なんです。だからちょっとそこら辺を渋谷のあれを見てしまうとね、日本人の質が落ちてきてるのかなって感じはするんですけどね、もちろんしっかりした方はしっかりしてるんだけど、最近の若い人、例えばちょっと年いった人が最近の若者はダメだダメだダメだなんて言っちゃってるんだけど、いやそれはね言うわけです。それは一部の人は確かにそうなんだけど、まあ結構しっかりした人が多いですよって言ってるんです。だからそこら辺はね全てあれだけ見ちゃうとそういうふうに見えちゃうんだけど、実際違うんだけどね。だけどああいう風にやってる人たちっていうのはね、しっかりとやっぱり楽しむのはいいと思うんですね。ただやっぱ日本の伝統文化も楽しんでほしいし、あとはその中でやっぱりマナーを守ってね、ゴミや出したものは持って帰る、ポイ捨てはしない、そういったことが必要かなって感じはします。まあ今回ね、ちょっとこのハロウィンのあれが目についたので言及させていただきました。まあこういったいわゆる社会問題、時事問題に関しても、随時ね、発信させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。